お疲れちゃんスラットです。今日ですね、こちらマジアチャオールブレイカー巨助大砲型やっていきます。というわけで、さあマジアチャウェブといえばね、まあバルキリーが主に入ってたかなと思うんですけども、まあその縦枠が、ね、巨助になったのがちょっと最近いますんで、やっていこうと思います。でまあ大砲の枠もなんかすごい幅広いんですよね。ボムタワーだったりとか、まあそれこそね、大型に強いインフェルノタワーだとか、まあ巨助の枠はまあ最悪ね、なんだろうな、ゴルナイになったりとかもあったんですけども、まあバルキリーか巨助か、まあ2択かなっていうところで、まあバルキリーから巨助にね重くなったんで、まあその分周りをちょっと軽くしようっていう意味の大砲ですね。まあ高回転で回せばなんとかなるやろっちゅうやつです。さオールブレイカー対決いきますか。だから周りにスケがね、やりゴブとか、まあなんかそういったねスケ枠のチェンジもあるんですけど、あーこれディガー、おーこれメガナイトオールブレイカーっぽいっすね。アチャクイコウモリなんで、うん、さあメガナイトオールブレイカーはまあ巨石がいるんでそこまで悪いわけじゃないんですけど、マジでこういう結構ねゴリゴリすごい、これえ、待って待って待って、なんでずっと使ってプリンスか言うのにプリンのターゲットが言ってたかもっすね。さあメガナイトオールブレイカープリンスというのは着衣、うんうん、俺の好きなデッキのやつですね。まあこれもマジアチャがいきますね。マジアチャがめっちゃ強いのと、まあ巨助も強いですね。まあでもアチャクイがちょっと厄介になってくるとね。さあまだマジアチェンメしてしまえば勝てそう。まあこういう相手には大砲とかやっぱ刺さるっすね。ああ巨助を溶かそうとしてるっすね。ああまあ耐えますよと。マジこのプリンス受けが、このプリンス受けちょっとめんどくさいですね。あっうやばいやばい怒らんでええやろ、喜んでくれ。ちょっと待って、今のは今のなんかもう早めにウッドしてくればよかっただけなんで完全ミスですね。まあでもこれぐらいだったら守ってマジアチャ1名して全然流れ変わると思うんで、よいしょ。あヤザー、ヤザーはちょっとずるいな、話が変わってくるな。また、うん、お入ってんだなんか。さマジ最強です、巨助。これで全て守れるんで、ね、そうこの早めにもうウッドでで矢なめザップとかもあるのでディガーだけいって、おいプリンス殴らないでほしかった。おいコウモリからいってくれ。さあ防衛ディガーも使って耐えていこう。おいやもう耐えたらさすがに勝てるんでね、もったいないダメージ受けちゃったけど、ヤナメザップなのが、まあ、ちょっとだけ嫌っすね。うんマジアチャがいかれちゃう、最強なのに。おわこれ逆メガの民だな。いやー耐えれないか。ああ痛い痛いけど、なんならウッドいらんかったな。さあ気づけばダメージ追いつきです。いやマジ大砲強っ、まあ、ボムはボムで強いんですけどね、大砲は大砲でマジで強い。さあこれはもう攻めていいっすね、相手の攻めにかぶせて。いやーもうディガー削って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 、いや強え。さあこれマジでバルキリーだったらって考えたら怖いっすよね。
ドスキンのおかげみたいなとこあるんで、間違いなく射抜かしてちょうだい。あ、一発一発受けてやばいやんってなるんですけど、全てをボコボコにする、ぐっちゃぐちゃにするさ、マジアチャによってなんとでもなりますね。あとの3400500600さあ、むちゃくちゃです。いや、対応良かったっすね。まあ陸に対しては、まあ、あとはバルーンか。そう、まあボムタワーとそこまで働きも変わらないので、陸系により強くなるし回転も速くなるっていう面では大砲かわされましたけどね、もう全然全然優秀ですね。まあでも空だけ苦手、まあラバっすね。いや、もう大砲でもボムでも、まあ基本ラバきついっす。はい、ラバ5きついっすね。もうきついところじゃない、うん、ほぼ無理。まあ稀に稀になんか噛み合うとねあるっすけど、マジできついので、まあラバにどうしても勝ちたいって方はインフェの方がおすすめではあるかな。でもそれ以外に対してマジで大砲で勝てるんで、まあそれならそれ以外の全部ね8割9割拾えた方がいいよなっていう感じの大砲っすね。さあ、ジョン、ジョンいっぱいいるかな、なんかグラルワに。さあ、セパしてアイスウィンズ、まあ、スケラーかクロスかみたいな。お、一発優秀、大砲スケラには優秀だよ。なんかお、これはまた珍しい、ペッカバルーン的な。アイスウィザードとザップは、いやマジで珍しいぞ。ガゴムレホグとか、いやペッカバルーンっぽいな、すごい取り抜きそうだけど、エミリしたいな。ペッカーこれ。あー、え、マジで。やばいやばい。いつの時代よ。ペッカーバルンちゃんっていう。マジで。そこマジアチで。お、あー、居抜けないのか。いや、居抜いてるわ。居抜いてる、居抜いてる。居抜いてる、居抜いてる、居抜いてる、居抜いてる。あー、殴られた。だから、トレー使ったらダメよ。やべ、バルン。と思いきや、回転早いです。はい、全然ミリも怖くないですね。大砲ルルガスケやば、いつぞやのペッカバルーンですね。あ、もうこれ全部全部ってない。あ、これもうマジアチャがあんまり頑張りすぎちゃうと困るです。あんま頑張んな。おい、いやー、いいね。さあ、おいしいキング起動です。まあ、僕の負け筋はてかむずいっすけどね。まあペッカベビドラか、ペッカベビドラのベビドラにしばかれるぐらいっすね。それ以外の多分負けプランがあんまないと思うんで、こういうのもしっかり先置き大砲置いちゃっていいっすね。大砲マジで強いんで、3コースだし置きまくり置き放題。でトルネードも使った、俺の番ですよと。で一発、いやでかい。あれ待って、あーやばい、ちょっと待って、ちょっと待ってくれ、これグリグリやばいよね、こういうのが。こういうのマジやばくなるんでね。いや、これはもうあの一発行事。あ、てかキング起動しとったら、まあまあフリーズ来た時にね、今のも止められるんで。あ、お、一発、あー惜しい。あれを射抜くかどうかなんですけど、さすがにヤンキーすぎ。丁寧に行けば間違いなくもう神相性なんだ。さあ、オールブレーカー追加まで行きたいです。後ろに下げて取るね。居抜いて、いやマジで
こう見るとマジアチャって本当に最強。これもうオールブレイカーまで一応取れになるんで別に、はい、っていう感じで、まあ神合い勝っすよ。一番引きたいっすね、こういうデッキ。リガーも入ってない、ただただもうバルーンで削りたいデッキね。まず対空ユニットなんかゼロでもね、施設取るにあればバルーンにはある程度戦えるんで、いやいいね。まず大砲型、そしてあと巨助ならもちょっといいっすね。やっぱ本当にバルキリーだと、なんだろうね、まあなんかバルキリー使うなら巨助でいいってもうなっちゃうっすよね。こういうすごい形組んでくる、まあ、ペッカビビドラとか、ね、それこそメガナイトプリンスとか、やっぱバルキリーだとね突破されやすいんでね、全部巨助が、全部巨助が何とかしてます。はい、巨助で助かってます。それ乃木坂ファンの人で乃木版わかんないけど、迫撃っすね。なんか小物迫撃のリガーは入ってないスキャバレで削るやつですね。さあ、まあロケ砲が、これでもあんま意味ねえかな、キングと。ああ、しっかり、あやべえこれ、あのマジでこの竹によって負けるぐらいもったいないですね。これこのダメージなければあんまダメージ受けないと思うんだよね。うん、そう、回転早い。お願いスケルトン、お前残りやがった変に。まあ迫撃砲を大砲で壊したいんですけど、ナイトもギャングもいるっていう感じですね。いたで、ファイボー持ってるっすね。なんでまあマジアチャはまあ、右サイド徹底かなみたいな。でこういう相手にはね、やっぱ回転が大事なんでバルキリーの方がいいよねって感じかな。まあどっちでもいいか。まあ置いとくか、さすがにこれは。うん、サバイブ使わせれたのはでかい。マジアチャ強いんでね、マジ。大砲の、大砲のセンスがちょっとね。さあマジでリガーで追いつきたいですね、僕は。相手のそのやっぱ削りがスケバレとファイボなんで、確実に削れないっていう面でね。あー、これタレでいかれるっすね。うわー、めっちゃいいリガー、反応若いなー。やらくしゃみ出そう。お、ドヤン、あ、一発しか入ってる、マジで。なんで、やべ、ドヤンしたから怒ってる。しかも拾われてる、それ拾うのやばい。あー、もう、え、これ許したら多分泣くっすね、これ巻いて。
さあマジでマジアチャ強すぎ、煽られる、やめて、仲良くしましょう、仲良くしてください。もうウッド削りでも勝てる。本当か？最後もヤンキートルネギー、さあいかつすぎ、マジでマジアチャで、マジアチャでしか削れないっすよね。まあでも相手のこのデッキのなんだろう、強いんすけど、無限にスケバル攻めてロケ砲枯渇できてみたいな、小物枯渇できて強いんすけどね、やっぱ弱点がディガーが入ってないんで、もうスケバルさえね止めてしまえば削れないんでね、守ること意識さえしてしまえば、まあ最終的にはねダメージ量タイブレイクで勝てますよっていう感じですね。さあいやマジで結構いいぞ大砲型。僕普段ボムでよくやってたんですけど、なんならボムよりも大砲の方が使いやすいし、うん、まあ大砲よりボムの方がいい点ってなったら、なんだろう、範囲なんで、まあロイホクとか新兵隊とかに多分勝ちやすいとかなんですけど、まあ結局大砲でも守れるっていう、大砲ウッド大砲スケで、なんかちょっと1コス安いしなみたいなって考えたら、もうなんでボムってなっちゃう逆に。お取れねえかこれ、あーうまっ、俺マジであの金起動できないんですよ、2体引っ張るやつ。いやマジエレジャー、いや、いや今のバカうまいっすね。よいしょ、はい、はい、ちょっとやりすぎて怖いな。まあでもエレジャイなんで、やりすぎぐらいがちょうどいいみたいな。ああ、ウォールブレイカー、まあこれでも一発しか入らないんですけどね、金起動されてるんで。さあ、エレジャイは、まあどうだろう、もうマジウチャでぶち抜けば、ぶち抜けば良さそうだけどね、金起動されちゃったんですけど、いや、マジであの、ウォールブレイカー2体数金起動、羨ましいっすさ。やばくない？だって。あれノーダメで防げるんですよ、金起動で。強すぎるやろっていう。さあ、まあ、キョスケはインドラにちょっと弱いんで、エリジェ来たら出すぐらいで。あー、これ、ディガー行っても、金起されちゃうのかな。金起というか、蓋か、エリジェで。このトルネは危ねえ気がしたな。ハッシュマイレージャーワンチャン来るっすね。さあまあこれが大砲の強さ。マジで回転早え、何でもあるよ一応。ちょっと怖くなるけど、金起動できそう。いやでかい、熱い。しかもちょっとだけ左にもプレッシャー与えたいこれ。あおおおお、いやまでかいやでかすぎ。さあこいつは1周目で守んの。あーライト打ってくるのか、これ。なんかいやらしいっすね。攻め方がさすがにうまい。大砲許容、あーちょっと怖くなってきたっすね。
ああ、もうライト削り来てるな。やべえ、その削り。うわー、やばい、やめて俺の。あー、これちょっとうまかったなー。いて、ライトで1000か。あと1000ライトで持ってかれるの渋いっすね。タルババファイスピー、いや、マジエチェンメして最後ぶち抜ければ全然あったんですけどね。守られたっすね。あの今のゴルナイインドラのエレジェイがいますね。そのエレジェイの中で、まあ、唯一ってわけじゃないですけど、一番メインの形としてなんか上位に結構いるんで、意外と厄介かもしれないですね。まあ、インドラとかがね、ちょっとめんどくさくなって。ゴルナイインドラのあの攻め、ちょっともったいなかったかな、守りが。キョウスケとか使っちゃってたんでね。ね。あの間になんか低コストで守ってディガー削りできた方が良かったのかな、みたいな。いや、もう一回やりたいな。もう一回ならさすがに勝てそうなんですけどね。そう。バルス。バルス、バルス。バルスさんは、三死っすね。やべえ。ディガー使ったら、あれが来る。エリポン。一発？反り抜け。いや、マジで。これは一発美味しいっすよね。やべ、キング起動しようかなってさ、できないんですけど、これだったら悩んでエリババ2発ぐらいもらっちもうたっす。さあ、アイスピあるのちょっと珍しいですね。アイスピ、アイスピでしたよね今。アイスピのウッド雪の三振エリババ、あーうーんって感じですね。まあ、マジアチャいかに残せるかだと思うんですけど、やば、ポン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 、エリポンポン、いやー、まあ俺はさすがに今日っすね。キャッチャー相手の、あー、でもディガーもあるので、まあ、でもディガー、まあディガーか、あれよあれよあれ、エリババで金起動したいっすね。キャッチャー、おっ、ヤンキー来る。まあこれは別にもキング起動させてもらえないよ。重たいな。まあ痛いですけど、まあ金起動に価値があるので。てかアイスピやばいな、絶対拾われるっていう。あ、拾われる。うん、やばい。しかもあの相手の呪文がウッド雪なんで、ウッド雪で削られるっていう、なんかやばいっすよね。うわー、マジでバカ強え。それエリカ連盟がめっちゃ強え、あれっすね。うん、いや、でけえ、マジで。うん、やべ、キョウスケの位置微妙だったな。さあ、ウォールブレイカー、ちょっとなんか息しにくそうだな、これ。
よし、次。いやーでかい、すごいなってる。あ、マジでかい。これ一点気で残るのか。読まれてる。ウッド転がしてちょっとワンチャンもう一枚呪文を。いやー、いい。まだこれは全部フィジカルで。あー、これで受けられてる。やべえ、この世で一番やっちゃダメな。間違えちゃ、あー入った、危ない。さあちょっと怖かったっすね。エリポン延命バカうまかったっすけど、さすがにマジアチが強かったですね。ナイス。というわけでこちらのマジアチオールブカ、キョス系めっちゃ良かったっすね。なんかバルキュリーよりはキョス系にした方がね、守りも、まあ、攻めもね、なんか良かった気がするので、ぜひキョス系型皆さんやってみてください。ちゃんと高評価お願いします。ではお疲れ様でした。